はい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 。最下位のヤクルトに2連敗。敗因はカズマ。ほんまに頼むで。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほどありました、スワローズ対、すいません、巨人対、スワローズのですね、試合解説の方をやっていきたいなというふうに思っております。はい、ヤクルトに連敗をしてしまいました。本当に悔しいです。はい、まあ、井上投手はね、まあ非常に、まあある程度やっぱ試合は作ったと僕は思うんですね。ただ、やはり点がね、取れる場面、相手がもう点を1点やってもいいよという場面でですね、ちょっと岡本選手がですね、打てなかったっていうところがね、まあ範囲を上げるとするならば僕はそこじゃないかなっていうふうに僕は思うんですね。はい。まあ、阪神もね、結構上がってきてますしね、差も縮まってきてるんで、ちょっと僕すいません。本当に余裕やみたいな感じ出してましたけども、ちょっとやばいなっていう、ちょっとマジでやばいなって、取りこぼしマジでしてたらやばいのっていうところは、ちょっと本当に感じておりますと。はい。じゃあですね、今日本題入る前にちょっとまた言わせてください。チャンネル登録者数ね、今年中に5万人。500人違うからね、500人違うよ。5万人はね、マジで目指しておりまして、で、ちょっとね、本当に、行った暁にはですね、ジャイアンツの選手をここ読んで、このチャンネルに読んで、対談なんかもしていきたいと思ってますんで、ぜひまだの方でいらっしゃいましたらね、チャンネル登録と、高評価ボタンもね、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、今日の動画の構成としてはですね、まず得点シーン、振り返っていきます。そして次ね、スタメンの変更点、見ていきます。で、最後にですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたよとか、今日だったら、岡本選手、この打席でこういう打撃をしなければいけないかったですよとかね、そういったことを、できるだけ野球がわからない方にもね、わかりやすくね、お伝えしていこうというふうに思ってますんで、こんなね、わかりやすくやってるチャンネルは、マジで YouTube で僕しかいないので、毎試合、それに140何試合ね、年間ありますけども、僕しかマジでやってないので、顔出してやってるの僕だけなんで、ぜひね、本当にチャンネル登録もね、よろしくお願いします。はい、ではですね、早速、得点シーンをまず振り返っていきたいと思います。僕のね、胸あたりですね、画像を出しながら、ちょっと見ていきたいなというふうに思ってます。はい、まず今日はですね、まあ、4対1というところで負けてしまいました。悔しい。本当に、取れる時にやっぱ点取っとかなあかんなっていうのを改めて感じました、今日ね。はい、まず、得点シーンですね。4回表、ワンアウト1塁から、オスナ選手のセンターオーバーの2塁打で先制されますと。で、その後にですね、ワンアウト1、2塁で、山田選手にもレフト前タイムリーを浴びまして、この回2点取られます。はい、で、6回表ですね、強烈だったんですけども、ワンアウトから村上選手のホームラン。えぐいね。どこまで飛ぶんっていうね。東京ドームって看板がありますけども、看板だったらね、その賞金が100万円とかなんかもらえたりとかするんですけど、その看板の上行ってるんですね。照明のとこまで飛ばすっていうところで、打球速度とか何メーター飛んだのかっていうのをちょっと見てみたいな、トラックまで見てみたいなっていう風なところあるんですが、えげつないホームラン打たれましたと。で、その続くオスナ選手にも、まあ連続ホームラン打たれまして、まあ2点取られてしまうと。やはり打線はね、すごいなというふうに思います。個々の力っていうのはものすごいなっていうところはね、ありますよね。で、7回裏ですね、ジャイアンツ反撃しますと。ワンアウト1、2塁から坂本選手のレフト前で1点を取るも、まあ、この1点のみに終わってしまいまして、4対1というところで、負けてしまったと。はい。まあ、序盤にね、点を取れるような場面はあったんですけども、やっぱりそこで点を取れなくてすぐにまた点取られたっていうのがあるんで、やはり野球には流れがあるなというふうにね、常々ね、感じます、僕ね。はい。じゃあですね、次ですね、スタメンの変更点見ていきたいと思うんで、僕の顔あたりにですね、画像を出しながら、両チームのスタメンの変更点見ていきたいと思います。はい、まずですね、ホーム側のジャイアンツから見ていきましょう。はい、昨日からの変更点はですね、まず浅野選手がね、昨日6番だったんですけども、今日は7番に入っておりますと。はい、で、昨日7番だった門脇選手が今日は8番に入っております。
で、昨日8番キャッチャーで出ておりました岸田選手がですね、今日は出て、なくてですね、6番に大城選手がキャッチャーで今日入っております。で、ピッチャーはですね、山崎伊織投手から今日井上投手というところで、まあ、山崎伊織投手あまり良くなかったですけども、まあ井上投手ね、まあ非常に、今シーズンね、まあ、あの、連勝で、ね、ずっと勝ってるというところがありますから、このね、ちょっと嫌な流れをね、どういうふうに止めてくれるかっていうところをまず今日期待してたんですね。はい。でですね、スワローズを見ていきます。前日からの変更点です。はい。まず山田選手、昨日6番打ってました。今日は7番で出ております。で、昨日出てました、松本選手、キャッチャーで出てたんですけども、今日は8番に中村選手が出ております。で、8番に岩田選手、センターに岩田選手出てたんですが、今日は欠場をしておりまして、2番に並木選手、センターに入っております。で、ピッチャーは山野投手から高橋奎二投手というところで、まあ、左の、まあちょっと球を動かしながらというところの山野投手と、まあ本格派、左の本格派というかね、球が結構強いというような感じの高橋奎二投手というところで、まあ左は左なんだけども、タイプがちょっと違うようなね、左が来てるんで、そういったところで、まあ十中にはまらないといいなというふうには、僕感じておりました。思っておりました。はい、じゃあですね、こっからですね、僕が気になったところであったりとか、今日のポイントであったりとかっていうのをできるだけわかりやすくね、皆さんに飽きさせないように、ちょっとね、お話ししていきたいなというふうに思うので、こっから見てください。こっから見てください。女性の方であったりとか、小学校、中学校の野球頑張ってるね、野球少年なんかも見ても勉強になるかなと僕思うので、ぜひね、野球をもっと知りたいとか、野球が上手くなりたいというふうなところをね、思っている人は、ぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、行きます。まず、一回表見ていきましょうか。はい。やっぱりピッチャーっていうのはね、立ち上がりっていうのは、すごく難しいと、思いますけども、井上投手、まあ、今シーズンね、活躍している要因として、まあ、左バッターに対して、インサイドにツーシームをよく投げてるっていうのは結構あると思うんですね。もともとは、まっすぐとスライダーっていうところが得意で、まあ、右バッターには、ね、結構ね、有効的だったりするんですけども、左バッターだったら、食い込んでくるボールがもともとなかったんで、左バッターは結構ね、打ちやすかったと思うんですね。ただ今回は結構この、今年からね、ツーシームという球種で、インサイドに食い込むようなボールが、できたんで、そういったところで結構抑えてるっていうのはあると思うんですね。で、その上で、先頭バッターのこれね、初回の、長岡選手に、いきなりデッドボール当てちゃうんですね。まあ、そのシュートボールというか、ツーシームが、ちょっとこう、服をかすめてね、デッドボールになっちゃうと。で、ちょっと、やっぱりこう、嫌な流れじゃないですか。いきなり試合始まって、用意どんでいきなりデッドボールバーンって当てたら、ちょっとおいおい大丈夫かってなるじゃないですか。で、そういう感じだったんですけども、このノーアウト一塁で、並木選手をね、まあ、2番の並木選手を、まあ、そのゲッツー取れたっていうのはめちゃくちゃでかかったと思うんですね。これで例えば、なんかこう、右打ちされて、ライト前に落とされて、1、3塁とかいきなり作られたりとかしたら、ちょっとほんまにめんどくさいなってとこあるんですけど、ここを、まあ、デッドボール当てたんですけども、しっかり次のバッターをゲッツーに取れたっていうところは、めちゃくちゃ良かったと思います、今日ね。はい。で、次、1回裏ですね。ジャイアンツの攻撃。ツーアウトから吉川選手のヒット。で、岡本選手も、コースに逆らわずにね、ライト前打ったんですよ。で、これはめちゃくちゃ良かったですね。で、ツーアウト1、2塁でモンテスが、まあ、ファーストフライに倒れちゃったんですけども、少し、ここ数試合ですかね、ちょっとモンテスの状態がちょっとずつ下がってきてるなっていうところはあるので、まあ、ずっと調子いいわけではないですから、そこはみんなでね、吉川選手は逆に上がってきたりとか、いう風なところはね、丸選手もちょっとずつ上がってきたっていうのがあるんで、そういったところでみんなでカバーしていくというかね、みんなが一気に調子バーン落ちたら、ちょっとやばいけども、こう変わり番号というかね、落ちながらでも上がってくる選手がいるっていうところがあれば、チームとしてはね、すごく機能しやすいんじゃないかなと思うんで、そういったところはみんなでカバーしていこうよっていう話ですね。はい。で、次、2回裏見ていきましょうか。はい。ジャイアンツ、まあ、チャンスを作ったんだけども、点が入らないという回なんですけども、まあ、これ、先頭大城さんが、まあ、チェンジアップをうまいことで打って、左中間にね、フェンス直撃の2塁で打ちますと。で、ここですよね、僕が気になったところはですね、ノーアウト2塁での浅野選手のセカンドフライ。これがね、ちょっとね、もったいなかったなっていうところあります。まあ、打ちたくて打ってるわけじゃないんだけども、で、
やっぱり先制点欲しいというところで、やっぱりランナー二塁にいるのと、ランナー三塁にいるのでは、全然バッテリーにかかるプレッシャーが全く違うわけですよ。うん。で、まあ、例えばね、まあ、浅野選手にそんな窮屈なバッティングをね、この序盤から、させるのかみたいなところもあるかもしれないですけども、でもこの先制点はマジで大事なんで、できればそれはね、セカンドフライ打つんじゃなくて、セカンドゴロを打ってほしかったですよね。うん。まあ、打ちたくて打ってるわけじゃないんだけどね。で、それでワンアウト二塁で、門脇選手セカンドゴロ。で、井上選手が、まあ、レフトフライというところで、まあ、ノーアウト二塁から、まあ、点が入らなかったっていうところはね、まあ、悔しいというかね、ランナー三塁にいたらね、もしかしたらパスボールというか、ワイルドピッチもあるかもしれないし、エラーもあるかもしれないし、まあ、三塁ランナーはね、大城さんになるんだけども、もしかしたら、内野ゴロで帰ってくるかもしれないからね、だから可能性は高まるんで、ランナー二塁よりもね、ランナー三塁の方がね。っていうところで、少しでも可能性の高いところに、走者を送っていく。まあ、これが野球の鉄則かなというふうに思います。はい、で、次いきます。3回表見ていきましょうか。まだ点は取られてない回なんですけども、これ先頭の中村選手に、まあ、レフト前ヒット打たれると。まあ、中村選手にね、結構打たれてるみたいなんですね。井上投手は。で、ノーアウト中で高橋奎二投手が、バント失敗したんですね。で、キャッチャーフライになったんですね。これがめちゃくちゃでかかったですね。うん、これで送られて、まあ、長岡選手とかでタイムリー打たれたりとかっていうのも、考えられたんですけども、そこをしっかりバントを失敗させたっていうところ、バントでアウト取れたっていうのは、非常に大きかったと思います。で、長岡選手を三振、並木選手をサードゴロというところで、まあ、この回も0点でね、抑えれました。で、ここですよね、僕が気になったところ、ここ、今日がね、ターニングポイントだと思うんですけども、3回裏の攻撃、ジャイアンツの攻撃、これ点取れなかった回なんですけど、これね、まあ、先頭の丸選手がフォアボールで出ますと。で、ノーアウト1塁で坂本選手がセンターフライ。で、ここ、ワンアウト1塁で吉川選手がこれセンターへの2塁で打ったんですけども、これ非常に素晴らしい。どういうことかっていうと、高橋奎二投手が6球目に、ストレートがちょっと抜けちゃって、吉川選手のこのほんまに顔がこうあったとしたら、ここに来たんですね。ここに来たんですね。で、バッターってやっぱり、まあ、高球って硬いボールですし、もしかしたら頭当たったらね、死ぬ可能性だってあるぐらいの、まあ、危険な球なわけですよ。で、それを顔元にフィュンって来て、吉川選手で、のけぞってね、ギリギリ避けたんですよ。で、そういう時ってバッターってやっぱり残像が残るんですね。いくら、こう、怖くないとか、口では言ってても、やっぱり体が本能的に、逃げてしまうというかね、怖がってしまうんですよ。やっぱりだって死の危険性だってあるわけだから。で、吉川選手ちょっとね、顔元に来たんで、ちょっと時間取って、バットにスプレーしたりとか、ちょっとこう自分をね、こう、なんて言うんだろう、イメージするというかね、この今の残像を消すのにちょっと時間かけて、しっかり準備して、でその次のボールですよね、7球目。で、さすがにあのボール、この顔元に行って、もう一球インサイド行くって結構、なかなかないことなんですよ。やっぱりこう、当ててしまうとかね、あるから。だから、大体、まあ、アウトコースに行ったりするんですけども、それをね、狙い打ったんですよね。狙い打ってアウトコース踏み込んで、バチンって打って、それ二塁で打ったんですけども、このバッティングはね、めちゃくちゃ素晴らしい。分かっててもなかなかできないんですよ。ここ顔元行って、もう絶対次アウトコースやろって思ってても、もしかしたらもう一球抜けてくるかもしれないっていう風に思うから、バッターは。当たったら、頭なんか当たったらまず大変なことになるんで。だから、やっぱりね、踏み込んでいけないんですよ。分かってても、アウトコース来るやろって分かってても踏み込んでいけないんですけど、ここで吉川選手はもうそれ思い切って踏み込んでガツンとレフト前、アウトコースの球を打ってるわけなんで、これはね、本当に素晴らしいと思います。これめちゃくちゃナイスバッティングだと思います。はい。で、ここですよね、僕が気になったところ。ワンアウト2、3塁で、岡本選手と空振り三振ってところなんですけど、ちょっとこれ見ていきましょうか、配球チャートね。ここがめちゃくちゃ大事なポイント。今日、ここで点が取れるか取れないかで、本当、ジャイアンツが勝ってたかもしれないかなっていう場面ですね。で、ちょっと、状況を整理すると、ワンアウト2、3塁で、相手のヤクルトの内野陣は守備隊形を後ろに守ってるんですね。後ろに守ってるってどういうことかっていうと、内野ゴロ来てももう1点取られても OK だよっていう隊形なんですよ。だから、ジャイアンツというかね、バッター側攻撃側からしたら普通にセカンドゴロとかショートゴロ打ってたら点が入るんですね。
うん。でも相手はもうそれでも OK だよって。前に、守備位置を前にして、ヒットゾーンを広げられてヒット打たれるよりも、後ろ守っといて、点が1点入ってもいいから、それで OK だよっていうふうに思ってるっていうことなんですね。で、ここで、まあそれは理想はね、それはヒット打てたら、それは一番いいですけども、もう相手が1点 OK だよって言ってるんで、最低バットにさえ当てたら、なんとかなるわけですよ。なんとかなる。でね、三塁ランナーもね、丸選手なんで、足も速いんで、まあなんとかなるわけですよ。で、ここでの岡本選手の空振り三振なんですけど、まあカットボール来まして、ファール打ちますと1球目。で、2球目ストレートを見逃してしまうと。で、3球目のチェンジアップに、まあ空振りを三振してしまうんですけど、これは、わかるんよ。めちゃくちゃいい感じで抜けてきたからわかるんだけど、絶対にバット当てないといけないですね。絶対に当てないといけないですよ。うん。なんだけど、まあ、岡本選手もそんなことはわかってるんだけど、でもここは、まあ、ヒットはそれは打ってほしいよ。打ってほしいけど、絶対内野ゴロでもいいから、バットに当てないといけなかった場面なんですね。っていうところが、ここで、まあ、0-0 の場面で、0対0の場面で、ここで、そのバッティングができるかできないかっていうのが、ほんまにめちゃくちゃでかかったなって思います。今日ね、本当にマジででかかったです、これ。で、2アウト2、3塁で、モンテスも空振り三振っていうところで、まあ、モンテスにも責任があるんちゃうかと言われたら、まあそうなんですけども、でも、1アウト2、3塁で、守備待機が後ろに下がってるんでね、バットにさえ当てたら、ゴロさえ転がせれば、ヒットじゃない、点が入るわけなんで、そういった意味では、岡本選手の、まあちょっと責任が大きいんじゃないかなって思うんですね。はい。で、次行きます。4回表。まあやっぱり先ほど言いましたように、まあジャイアンツが3回裏でこういう感じのね、めちゃくちゃチャンスで点が取れなかったっていう話になったら、大体野球の流れって向こうに行くんですね。抑えた方に行くんですね。ですぐですよ、これ。4回表に、サンタナ選手がこれセンター前ヒットで出ますと、先頭。で、ノーアウト1塁で村上選手はサードフライ打ち取ったんですけど、で、ワンアウト1塁でオスナ選手にこれセンターへの2塁で打たれて、まあ1点取られると。これも 3-2 というね、3ボール2ストライクというカウントになって、まあフォークボールで打たれたんですけども、ちょっとそれもね、やっぱりフォアボール出したくないっていうのがあるんで、少し腕が緩んだというか、まあ真ん中付近ぐらいに行って、それで打たれるんですけど、まあこれも、やはり 3-2 になるまでに勝負しておかないといけないというかね。うん、勝負しないといけない、かったなというふうに思います。で、ワンアウト2塁から増田選手にフォアボール。で、ワンアウト1、2塁から山田選手にもレフト前ヒット浴びて、まあ2点取られるわけですけども、まあこのイニング、まあちょっとフォークを多くしたなっていう感じはあったんですが、それがちょっと恨みに出たというかね。結構どっちかというと、井上投手がこう首を振ってフォークを投げてたっていうのがあるんで、まあそういったところで、まあそのスライダーをね、相手が狙ってるっていう感じをね、感じ取ったのか、それはわからないですけども、ちょっとそれがね、裏目に出た感はありました。で、これ、まあワンナウ、山田選手のこれレフト前ヒット打ったんですけど、まあここでね、まあその、一塁ランナーの増田選手が、アウトになってるんですね、3本間で。3本間じゃない、二塁と三塁の間でアウトになったんですけども、これは、増田選手ちょっとボーンヘッドというかね、うん、まあ、坂本選手がうまいこと中継でね、取って、ホーム間に合わないと思って、取って、タッチしに行ったのが良かったんですけども、まあ、そのヤクルト側からしたら、送球がこのホームに行ってからでも間に合ってたと思うんで、サードにね。それはちょっともったいなかったなって。ヤクルトからしたらもったいない、走塁かなと思いました。で、次、5回裏見ていきましょうか。ここもちょっともったいないバッティングがあったんですけども、先頭のこれ丸選手がこれライト前ヒット打つんですよ。で、あ、ここちょっといけるかもっていう風なとこに、ノーアウト一塁で坂本選手が初球のスライダーを打ってドン詰まりのピッチャーゴロゲッツ打ったんですね。で、正直結果は僕はまあ、仕方ないというかね、そういったとこもそういったこともあると思ってるんですね。ただ初球のスライダーをまあ、狙いに行ったと思うんですけど、それがね、来て狙いに行って振って、それを本当にドン詰まりのピッチャーゴロってなかなか打撃の内容としては良くないんじゃないかなと思ってて、例えばね、いい当たりでパーン打って、ピッチャーのグローブたまたま入りました。で、ゲッツー取られましたとかだったら、あーまあ仕方ねえか。まあまあ、狙ってたボール、ある程度しっかり捉えたけど、ピッチャーが上手かったなっていう風な話になってくるんですけど、これはね、多分狙いにはいってると思うんですけど、どん詰まりのね、ピッチャーゴロだったんで、ちょっと坂本さんらしくなかったというかね、うん。まあ、ちょっとどう、悔しいなっていうところはね、ありました。はい。でですね、6回表見ていきましょうか。この回から船場さんの投手が上がっておりまして、ワンアウトから村上選手にチェンジアップを、もうえげつないぐらい、今年僕、ジャイアンツ戦、全試合見てますけども、
うん、その中でも多分一番ぐらいのホームランだったんちゃうかなっていう風に、打たれた中でもね、打った中でも打たれた中でも一番のホームランだったんちゃうかなっていうぐらいの打球、えぐいやっていう感じ。で、ワンアウトから、連続してオスナ選手にもホームラン。うん、これも先ほどチェンジアップ打たれて、次ストレートも打たれたっていうところで、ちょっと、まあ、そんな感じでは入ってないと思うんですけども、まあ、安易な感じでね、スーッとちょっと取りに行った感じはあったというかね、オスナ選手の時はちょっとあったかなっていう。村上選手の時はそうは思わなかったんですけど、オスナ選手の時はちょっとこう、アウトコースの球がこう、シュート回転して真ん中に入って、それを打たれたみたいな感じだったんで、ちょっとね、オスナ選手のホームランはちょっともったいなかったなっていう感じは正直しました。はい。でですね、6回裏、2アウトから大城選手が、まあ、フォアボールで出て、で、2アウト1塁で、まあ、浅野選手がセンターオーバー打ちました。で、並木選手が、まあ、中継にね、あまり良くないボールを投げたんですけども、長岡選手がそっからね、立て直して、ホームで大城さんをアウトにしたという場面があったんですが、まあ、ここでネット上で、なんかその、大城の足鈍足すぎとか、まあ、いろいろ言われてるんですけど、まあ、ね、もう、正直、まあ、まあ、走力のところは、まあ、劇的に上がるかって言ったら上がらないので、まあ、やっぱり、セーフティーリードとかね、二次リードとかって本当に取れてないのかなとか、いうふうなところの確認と、まあ、ツーアウトなんで、まあ、なんとかね、普通に中継つながれたら、ホームアウトになるかもしれないですけども、ちょっと並木選手が、ちょっと送球がこう、それて、ショートに、ね、長岡選手に対する送球がそれてたんで、だからあれはちょっと変えてほしいなっていうところはありましたけども、やはり、まあ、総力のところも言っても仕方ないので、まあ、これは、まあ、二次リード、セーフティーリード、まあ、その他のベースランニング、そこが本当にうまくいってたのかなっていうところの確認と、まあ、そこの対しても、まあ、技術を向上させていくっていうことしか僕は正直ないと思うので、ちょっとね、まあ、まあ、難しいなっていうところはありますと。はい。で、7回裏ですね、田口投手出てきまして、田口投手があまり、ちょっとね、先頭バッターの門脇選手にフォアボール、立岡さんを三振取るんですけども、丸選手にもヒット打たれるというところで、ちょっと大西投手にスイッチするんですね。で、ワンアウト1、2塁で坂本選手のレフト前、これも、まあ、スライダーを泳がされて、空振りした後にね、ストレートをしっかり打ったっていうところで、ナイスバッティングだったなと思います。で、ワンアウト1、2塁で吉川選手が、まあ、レフトフライに倒れて、で、ツーアウト1、2塁で、これ、岡本選手なんですが、ちょっと見逃し三振しちゃったんですね。スライダーでストライク、スライダーでファール。で、スライダーで見逃し三振したんですけど、ここでちょっと、まあ、岡本選手がちょっと心配の方に対して、ちょっと、おい、今入ってますかねみたいな。ちょっとこう、まあ、文句じゃないけども、ちょっとこう、まあ、普段、めちゃくちゃ温厚なんです。カズマって。で、怒ることもないし、あんまそんなこう、人の悪口とかも言ったとこ聞いたことがないんですけど、まあ、そこを、まあ、その、まあ、このね、優勝争いしてるっていうところと、まあ、昨日のちょっとね、見逃し三振も、あれはちょっとボールだと思うんですけど、あれを取られたっていうところの、まあ、フラストレーションもあっただろうし、っていうところで、まあ、見逃し三振したボール、まあ、僕はギリギリワンチャンストライクちゃうかって、まあ、ボールとも言えるけど、まあ、ストライクって言っても、まあ、どうかなぐらいの、もうほんとギリギリ、まあ、ギリギリボールかなぐらいの、ボールをストライクって言われて、それで、まあ、ちょっとこう、審判の人とこう、なんていうの、口論になりかけたんですけど、まあ、二岡さんがね、こう入って、退場とかをされなかったんですけど、まあ、そこでね、やっぱりこう、まあ、その、打ちたい気持ちはわかるし、僕もね、打ってほしいというところはあるんだけども、まあ、昨日からのね、あれでちょっとやっぱり、ストレスというかね、溜まってたと思うし、でもやっぱり、審判も人間なんで、まあ、その、あんまりね、こう、そういう、ね、口論的なことになっちゃうと、じゃあ逆にお前次広くしたるわ、みたいなこともしかねないので、そこは、まあね、ぐっと我慢してね、まあすごく悔しいのわかるし、僕もボールかなってちょっと思ったけど、そこはね、ちょっとカズマらしくね、今までのカズマらしくね、ちょっとこう、我慢するというかね、すごく、ストレスは溜まるんだけども、そこをぐっとこらえるっていうことも、まあ必要なのかなって、思いました。でもそれぐらい、まあ勝負に熱いというかね、それぐらい打ちたいっていう、優勝したいという気持ちが、すごく出てるっていうところではあるので、まあそこはね、僕は、カズもそんな、まあ攻めようとは思わないんですけども、まあどっちかっていうと、今日で言うと、このワンアウト2、3塁ですよね、3回裏の、この打撃
の方が僕は、大事だったのかなというふうに思うので、まあ、明日以降ね、全員でね、もう一回カバーしてって、ピッチャーも、ね、もう一回、しっかりね、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでですね、まあ今日はちょっと負けてしまって悔しいですけども、まあ明日以降ね、もう本当切り替えるしかないし、まあ安倍監督もね、野球の神様が、そんな甘くないよって言ってるよ、みたいな感じでね、言ってましたけども、本当にそうだと思うので、まあ阪神もね、すごく追ってきてますけども、やはり一戦線ね、勝っていくっていうことしか、まあ優勝へのね、道はないと思いますんで、ぜひね、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、最後にですけども、本当にね、まだもしチャンネル登録してない方いらっしゃいましたら、ぜひね、本当に何度も申し訳ないんですけども、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。